K-1 離脱の入間正明、篠塚達樹が K-1 を離脱したの入りは以前から噂されている1参戦か、篠塚はベアナックルや MMA 転向が噂されている。いずれにせよ両者の次の舞台に注目が集まる。平本蓮、浩二、タケル、アンポルキや芦沢流星など K-1 からの離脱が後を絶たない。